まあ昨日の動画の続きですね。まだ1日昼飯です。まあマジで本気出さなきゃいけないということでダイエットをやっていくんですけど、まあとりあえずね、もう鍋をピーマプロっていう作戦にするわ。鍋は腹が膨れて、しかもカロリーも少ない。うわ、やべ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 。濃厚味噌鍋つゆ、これ何回も登場してるから、まあ、紹介する必要性もないので、ただの味噌の飴だよ。まあ、これ肉団子的なのが好きなんで、まあ、スーパーでもね、冬の時期は売ってんだけど、この時期売ってないんですよね。夏の時期は売ってないんですよ、鍋なんか通称いないからね。冷凍のやつは美味しくなくて、生が圧倒的にうまいんで自作します。で、豚のひき肉と鶏もも肉のひき肉を、まあ、半々ぐらいですかね。で、それにこれ入れると 100% うまい。ジーガラスープを入れの、まあ、これ作るの初めてじゃないんで、生姜を入れるってうまいのはね、もう分かってるんですよ。なので生姜を入れ、まあ、あとは多少のね、醤油とか入れときゃうまいんじゃないの。醤油と、まあ、みりんぐらい入れとけば。みりん、豆腐入れてみるか。豆腐でかさ増し。まあこういうのをやっちゃうとね、固まらなくなるんだよね。そこだけ心配。まあ、味の層のコンじゃなくて固まらないんだよな。つなぎ的なのがないからさ、多分豆腐の味しかしなくなっちゃうんで、鶏ガラスープもう少しで、豆腐で旨味が減少してるんで、タイミーを入れて、でも意外に形状は保ってるんでいけそうだな。であんまりでかいと火が通らないんだよね。これもね、実験済み。でかい方がうまく感じるんだけど、でかけりゃいいってわけじゃないんだ。だいたい半分ぐらいかな。まあ、残り半分は冷蔵して保管しておきます。あとは野菜。ついにね、鍋の素が売ってたよ。でもこれほとんどもやしだな。ほとんどもやしじゃねえかよ。半分、3分の1ぐらいもやしか。コスパ悪いな。胃が痛くなって血便が出るけども、そんなことは気にしない。激辛唐辛子、ちょっと味見ですね。まあこれで問題はこれ、やっぱりちょっとホロホロしてるね。ああ、全然豆腐感はない。全然豆腐感はないんだけど、明らかに豚肉の味が濃すぎるかな。豚肉はいらんな。鶏だけでいいな。鶏と豆腐だけ入れて、味付けはまあ同じような感じでいいかな。これ思ってたよりうまい。これめちゃくちゃうまいよ。ちょっともう少し固まってるといいんだけど、それでもめちゃくちゃうまい。うん、やっぱり豚肉入ってた方がいいかもしれない。豚のね、この独特の風味が、あの豆腐感を和らげてる可能性はあるね。めちゃくちゃうまい、おすすめです。ふぃーん、パリン。今サブチャンネルの動画の見直し中。映ってはいけないものが映ってる可能性があるんで、住所とかね、そういうのが映っていないかを見直してるところ。ただサブチャンネルって動画が長いからね、20分とかあるとすげえ大変で、その間に黒ウーロン茶を飲んでおります。黒ウーロン茶を飲めば脂肪がつきにくい。本当かどうかはわからないけど、やっぱりデブはこういうのに頼りがち。吉田です。ようやく20分の見直しが終わって、今アップロード中です。ただサブチャンネルの問題点はね、収益化がね、いちいち審査が必要なんですよね。メインチャンネルは収益化の審査いらないんだけどね。やっぱり周辺コール落ちてるよね。ズームするときにならないけど、やっぱり引くときになるから、やっぱりレンズの特性なんかな。外しても変わらんしな。あれ変わるか。これがレンズフィルターあり。なし。うん、変わらんと思うんだよな。変わらんな。まあ昨日の動画でね、開封しなかったものが2つある。このマスプロの AV セレクター、マスプロの AV セレクターとレノボの、キーボードですね。でどっち開封しようかと思ったんだけど、今日はレノボの方を開けていこうと思う。まあこっちの方が早く使いたいっていうのはある。正直ね、マスプロの方はまあなかったらないで、どっちでもいいもんだからね。レノボはちょっと今すぐ必要なんで開封しておくわ。こんな感じでね、1日1個や2個なんか開封していけたらいいな。そんな感じです。これレノボの新型の無線式キーボードですね。確か今年のなんか数ヶ月、1ヶ月2ヶ月前に発売されたばかりだったんで、これ新型なんですよね。何が新型なのかよくわからないけど、一応新型で、まあ電池式じゃないんだね。ここに USB-C があるから、付
属の USB-C ケーブルで充電しろってことだろうね。あとここにね刺さってんだけど、USB の起子式のワイヤレスキーボードですね。でここに切り替えがついていて、 USB か Bluetooth か、 USB と Bluetooth を選べます。 Bluetooth も対応してるんですよね。その回1万5000円ぐらいするんだっけ、めちゃくちゃ高いんだけど、その代わり両方対応している。まあ僕はこっちで使うけどね。で Android と Windows の切り替えもできるっぽいね。でキーボード配列は完全にシンクパッドの、まあ、最近のやつそのものだね。まあ特徴としてはやっぱりこのクリクリがついてるところだよね。このクリクリと、まあ、こうやって操作ができるってのが特徴だよね多分。ただ思ったより強度がないね。まあ気になりはしないけど、ただこことか押すと結構しなる。この真ん中のボタンなんだろうね。3ボタン式だね。この真ん中のボタンなんだろう。特に説明書には何も書いてねえわ。よくわからん。まあ配列としてはまあね、レノボなんでファンクションが左端にあるっていうのはちょっと気になるとこだね。まあ個人的にはファンクションキーいらねえんだよな。まあつけるんだったらこっち側につけてほしいよ。でコントロールをでかくしてほしい。というかこっちに寄せてほしいね。やっぱりデスクトップパソコンのこのキー配列と違うからさ、1個これが多いからさ、いつもねデスクトップ使ってるせいでここにファンクションがあるとね戸惑うんだよね。でもだからといってこっちがコントロールでこっちがファンクションでもやっぱりここにファンクションがあると邪魔なんだよな。だからファンクションこっちに持ってってほしいんで、僕ファンクション全く使わないからさ、むしろいらないぐらいなんだけどね。英語配列じゃないですよ、日本語配列なんですよちゃんと。 Think part かっこいいね。そういえばちなみに説明してなかったんだけど、いつも使ってるテスト用のこのエレコムのキーボード、これめちゃくちゃ安くて、まあそれなりに使えるんで気に入ってたんですけど、これからの買い替えです。なんでこれにしたかっていうと、まあ、小さくしたかったのってのもあるんだけど、これねクリクリがついてるってところ、まあ結局ねこっちでテストするときマウスも必要なんですよね。まあパソコンのテスト作業台でね、でマウスが結構どっか行くんだよ無線式だから。かといって有線式だとめんどくさいしさ、この USB2.0 ハブにレシーバーを2つつけて、これは両方使えるようにしてんだよ、これ。でもどっちか行っちゃうんで、だからこれ1個にまとめられたら便利だなって思って買ったんですよね。まあどっちにしてもこのレシーバーってすぐどっか行っちゃうから、レシーバーここにつけるけどね。ああ充電しながらも使えるということで試しに使ってみます。ああなかなかこれはむずいぞ。これはむずいぜ。やっぱりタッチパッドばっかり、いつもこればっかり使ってるからさ、これは慣れてんだよ。比較的これはね、慣れてんだよね。で一気に倒しちゃうとめっちゃ早い。めっちゃ早くカーソル動くから、そこはちょっとそろーりって倒して動かすみたいな感じなんだな。ちょっと気に入っちゃったんで、しばらくちょっとメイン PC で使ってみるわ。まあリアルフォースもそろそろ飽きてきたんで、そろそろ新しいキーボードにしたかったんでね。デザイン自体はめちゃくちゃかっこいい。ただね、ここが微妙に浮いてるのが気に食わないぐらいかな。この下に何かシール貼った方がいいかもしれない。クイーンパリン。まあこのキーボードについては引き続きメインのね編集 PC で使い続けるんだけど、まあ少し触って分かったことがあるとすれば、このね、まあ今ねメイン PC で使うんで基本的にマウスを使うんだけど、マウス前提だとこれうざいな。なんでかっていうと、ここら辺親指のところにちょうどここにあるんだよね。だからちょっと力入れると押しちゃうんだよね。あとはやっぱりこのファンクションキー、このコントロールとファンクションが通常こうだからね、普通のキーボードこうだけど、まあ、ノートパソコン用だから、ノートパソコン用じゃなくてノートパソコンベースだから、やっぱり一番端っこにファンクションがあるのはコントロール C コントロール V とか、動画編集でのショートカットとかでコントロールめっちゃ使うんだけど、やっぱり逆ってのは辛いね。まあもう一つ、あとこの矢印キー、これもね地味にね難しいね。なぜかっていうと、普通の矢印キーはこうやって独立してるんですよね、まあデスクトップ用は。まあだから、まあ、適当に押しても分かりやすいんだよね場所が。まあ何も見ずに結構普通に押せるんだよね。でもこれでさ、周りにいっぱいあるからさ、どこが上かどこが横かどこが下かよく分からないんだよね。特にこのページアップページダウンがあるせいで余計わからん。ページアップページダウンがなければさ、この上側わかりやすいよね、三角だから。でもこれがあるせいでもうどれがどれかよくわかんないね。まあ慣れの問題かもしんないけど。あともう一つあったわ、このファンクション7の位置、これ6の上にあるじゃん。6の上にあるんだけど、まあ普通のキーボードは
8と9の間の上にあるんだよね。位置が違うからさ、位置が違うから戸惑うよね。しかもこのスリットがさ、このスリットで、スリットがあることでどの番号かを、まあ、見ずにね見分けてるんですけど、これが狭いからさよくわからん。普通のキーボードだとここが広いからさ、まあなんとなくわかるんだよね。とかインサート機ここにあんのかよ。いらねえ、いらねえ、これ間違えて押しそうやん。これマジいらねえんだよな。このキーはね、排除してほしいわ。誰が使ってんねんって話だよな。超迷惑なキー、こんなとこに置くなよ。とかホームとかインとかもいらねえだろ。これを消し去って、これをもう普通のとこに押し込んでほしいわ、マジで。まあこれもあくまで慣れの問題だと思うけど、このスペースバーが小さいな。スペースバーが小さくて、この無変換を押しちゃう。なぜかっていうと、最近のね、デスクトップ用のキーボードってスペースバーがでかいからさ、これの感覚で押しちゃうと無変換を押しちゃう。これ一個こうやって、親指をこうじゃなくてこうやってやってるんだよね。なぜかっていうと、指が短いからさ、届かないんですよね。ここを押しちゃう問題。ここを押しちゃう問題の原因は、これキーが沈んでんだよね。1段低いところにあるんだよ。ここのが高いんですよね。だからこう置いてるとこっちの方が高いからさ、押しちゃうんだよ。こっちの方が低いんだよね。なんでここよりここ低いんだよって話だよね。普通に押しにくいんだけど、ここになんか指が当たってさ、押しちゃうよね。なんかいろいろと、気に食わないところがあるな。慣れたら、あ、これは使いやすくなるのでしょうか。そこは分からない。違うな、指が短いから押しにくいんじゃないんだな。ここがへこんでるから押せないんだ。普通のやつはこれキワキワだから、要は先端でも押せるんだよね。先端でもこうで押せるから今まで不都合なく使えてたんだけど、これはちょっと奥まったところにあって、ちゃんと押さないと押せないんだよね。適当に押すとこっち押しちゃうもんな。こっち押しちゃうから使いにくいんだな。ほら押せないでしょ。こっちだったら押せるけどさ、だからこのスペースバーが押しにくく感じるんだな。あと角度が浅いってのもあるね。平面すぎるってのもある。角度がもう少しついてたら話は変わると思うんだけどね。これかなりペラペラだからさ、これぐらい角度つけてほしいね、気分的には。やっぱ無理だよこれ、へこんでるし。もうどうしよう、慣れるかな。クイーンパリン。もうすぐ6時、めっちゃ腹減ったな。やっぱりね、ライスを食わないと腹持ちが悪い。腹持ちが悪すぎるね。うん、そして喋るのが早すぎるのが問題なんで、ちょっとゆっくり喋るように努力するわ。オリーブオイル。で、これね、昼飯の残りの肉団子、これ焼いてみようかなと思ってます。ハンバーグになったらこれ結構でかいぜ。まずそもそも出すのがむずいな。なんかふくらんでうまそうだな。あ、焦げてる。全然火通ってねえじゃん。ギリ火が通ってるか通ってないかぐらい。ちょっと味見してみるか。でも鶏肉だからな、鶏肉と豚肉だから火が通ってないと死んじゃうしな。ハンバーグではない、ハンバーグではないけどうまい。これ豚肉がいい味してんだな。ちょっともう多分物足りないんで、スーパーで買ったチキンステーキとガーリック味も焼いております。まあ味付けは醤油でいいかな。まあこんな感じです。これが今日の夕飯。食いすぎっていう説もあるんですけど、まあ、いきなり減らしてもね続けられないから徐々に減らしていくわ。以上。